日本東京府東京市京橋区南金六町、白浜館、新橋及び塩止川。南金六町は、1872年から1930年3月4日に、東京府東京市京橋区に、かつて存在した町日の都である。現在の東京都中央区銀座八丁目七番地から、1十番地のうち、東尾三原通り、西尾、 西五番街に挟まれた部分の南半分にあたる。九町名芝口金六町、それ以前は出雲町の南部分であった。そもそも江戸期には、東海道の起点から見て、芝地域への入り口に位置し、塩止川に架か,かる新橋の両岸で、芝口を冠した地域である。当時、隣接して存在した幕府廃領地、コンパル屋敷を、やがて併合し、 同屋敷の下女たちに橋を発する、コンパル芸者あるいは、新橋芸者と呼ばれる芸儀の本拠地であった。1872年の銀座大会以降、銀座レンガ街が建って近代化が進み、日本初の近代的建築物、店舗がこの地に登場する。日本初のビアホールである、エビスビアホールが1899年に5番地に、日本初の映画専門館と、 日本初の撮影所を開いた日本最古の映画会社である吉沢商店は13番地に田中久しえが1875年に9番地に開いた工場は東芝発祥の地とされているこのほか1894年には3番地に引き屋フルーツパウラーが1899年には4番地に帝国白品館観光場が建つなお 日本初のカフェとされるカフェプランタンが現在の銀座八丁目9番16号にあったが関東大震災後に日吉町から移転してきたものである。1923年9月1日関東大震災を経て1930年3月4日には北に隣接する出雲町とともに銀座八丁目に改称し 南金六町の町名は消滅していくが、2012年5月現在、南金六町の時代から同地に残る店舗がいくつか、ある。銀座千引屋は1999年に、銀座五町目の店舗に統合されて撤退するが、それを除いても、青柳総本店は、青柳ビルとして、帝国博品館観光場は、 白品館として、銀座天国は建物を変えてそのままに、コンパル湯も、同様に現在も営業している。京橋区の最南部に位置する。1872年の銀座大火後に、レンガ街大賞となった地域である。平坦な土地であり、住居や商店が立ち並んだ。東は30軒堀川を隔てて小引町7丁目が、西には、日吉町が隣接している。 北は、出雲町が、南は、潮留川を隔てて、芝区芝口一丁目と隣接しており、潮留川には、新橋がかかっている。南近六町二丁目はなく、一番地から十五番地まで、あり、一番地から十三番地は、北西から南東に向けて順に並ぶが、十四番地、及び十五番地は一番地の西側にある。 区画整理実施前後の町名町域対象地図、江戸木に京橋側の南に、柴田金六が長屋を開き、1657年の、明暦の大火の後に一帯を、京橋金六町と称するようになり、その飛び地と考えられている。柴田金六の名が由来である。括弧内は、現在の住居表示、銀座八丁目以下の地盤。天下堂デパートは、 南金六町一番地の北隣、出雲町二番地、西洋県西天は、宇根目町、当時のカフェーパウリスタは現在と異なり、南鍋町にあった。ありがとうございます。